はい、こんにちは。レクセンにコーチの矢島です。本日は2021年のね。試験の合格に向けては、私の方で制作している講座のご案内ということになりますので、どうぞよろしくお願いします。で、口座一覧の方はあのウェブの方でダウンロードできるような形で、ちょっと pdf ファイルをね。用意させていただいているんですけども、まあそちらご覧になれる方はちょっとご覧いただければと思いますね。で、この動画では本当に講座の簡単な話だけをねしてで、詳細はあのレクのウェブページの方でその各講座の詳しい内容を見られますので、まあ今回ちょっと軽めにね。あのお話しして終わりにしようと思ってますね。で、今回そのダウンロードできる。ちょっと私の方で用。 レジュメですけど、まあ、矢島担当の主な講座って一から08がありましてでこれ全部、最新革問とか、ね、あの最新の判例にまあ随時、ね、その講座を実施した時点で,です、ね、あの対応しているような感じですので、まあ、安心してもらえればと思いますでこの2つ目のブロックのところなんですけども、まあ要は簡単に言えば、ね、合格するために何をやればいいんですかって話なんですけどそれに必要な講座を4つ一から四のものを用意してましてでまず1つが一の矢島の即進インプット講座で,、ね、でこれはあのまあ論文試験と担当試験に共通する本当に大事な知識ね そこをまあしっかりと深い。 まあ、理解をしてもらうという形でねそれであの十分合格するだけの相違を身につけてもらうというそういうコンセプトの講座になってますね。今度は、二のところで矢島の論文完成講座なんですけれどもこれは一の矢島の促進プト講座でこう身につけた知識を今度はちゃんとこう論文試験のねちゃんと問題をまあ今度題材に事案分析したりとかまあきちんとその知識をね使って法的三段論法をしてまあちゃんと答案の形に文章を作るそういう思考能力をですね習得するためのまあ講座になってますね。そしてははこれは直前対策講座になるんですけども 矢島の促進プットコーできちんとね試験にするようなあの知識をまあ1回理解しているような人に。 対してですね特に直前期にその特にその中でも大事なところを、まあ、短い時間でこう一気にですねあのこう総復習するというためのまあ講座になっています。そして、四のところが矢島の最新去問山手講座なんですけどこれは直近の過去問であります令和2年度の司法試験のね労務、まあ、試験の過去問を扱ってそれでまあ試験考査員がね出題の人とか採点実験なんかでこう受験生にこう求めるような答案をこう出してきますので、まあ、そういったところでどんな答案がこうね求められてるのかということをちょっと私の方で回答例作って、えー、それでね皆さんの方にこういうところをこうやって気をつけると、まあ 試験講師員の方がね評価してくれるんだよということをまあ解説増していくってものですね。まあそういうことはあの分かっている人と分かってない人とではおのずとねやっぱその本番の試験でのその評価もまあ変わってくるはずですのでね。まあ直前期に講師員が求めている当番のイメージをしっかり掴んで、それで本番の試験に臨んでいこうって話になってきます。でその今の丸四の矢島の最新過去問山手講座っていうのはその司法試験の方の山手講座にもなってまして、まあ過去問の傾向分析まあ私の方でしてね。 で、今度の令和三年度の、まあ、試験に出そうなところの、まあ、知識をね、一気に、まあ、復習するっていう。えー、そのね、ピンポイントで、ちょっとピックアップして、まあ、復習するっていうね、まあ、そういう講座、にもなってますね。で、これ、あの、予備試験の、受験生、にもですね。まあ、司法試験で大事なところっていうのは、当然予備試験の方で、まあ、大事なところだし。さらに、法的思考能力を磨くっていう、あの、共通してますので。まあ、予備試験の受験生の方が取られても、あの、大丈夫です。で、以上がね、その丸一から丸四が、本当に合格な,必な、必要な、あ、必要な講座ということになりますね。で、あとは、その他の、まあ、オプションみたいなものなんですけど、まあ、この。 レジュメの2枚目の下の方で丸5で、まあ、矢島の担当対策シリーズってことであの、まあ、矢島の促進プト講座で基本的に、まあ、の論文担当に必要な知識やってるんですけど、まあ、そこのところでちょっとこう扱えなかったちょっと細かいところをねこちらの方を抜き出して。 で担当試験に出そうなところをです、ねえー、だけをまあ抜き出して、まあ、こちらの講座であのやってますねで、ここにない科目に関してはあの矢島の即終インプット講座の方でえ対応できるような、ね、そちらのテキストの方にも担当で出そうなところが出てますので、まあ、そちらの方でこうで補いきれないような、ねえー、本当に独特な担当独特のと、えー、知識に関してはこちらの担当対策シリーズの方でやってます。そして えー、このレジュメの3枚目のところですけど、丸 ○6 のところで、まあ、矢島の法律実務基礎科目なんですけど、これは予備試験のです、ね、法律実務基礎科目の,、まああの,このね、論文試験と、まあ、口述試験がありますけど、まあ、そちらの方で必要な知識と、まあ、論文の方をを、ね、インプットするための、まあ、講座になっています。そしてえーこの 労働法とかねこの矢島の直前対策スピードチェック労働法ね、ねこの直前対策講座の労働法の名前はちょっともしかしたら直前にもうちょっとあの名前分かりやすい名前に変えるかもしれませんけどいずれにしろこう、ね、選択科目対策で労働法を取られる方はこちらの方でインプットと論文の対策ができるということになりますねで予備試験の方も令和4年度からになりますけどね選択科目が導入されて論文試験の方で選択科目が導入されてそのうちの一つに労働法が入っているんですけあ予備試験の方にも対応できるような内容になってますので ご安心ねいただければというふうに思いますね。そして最後。 が丸8の矢島ゼミなんですけども、まあ、こちらはちょっとコロナウイルスのまあ影響でねちょっと例年毎年あの1月からあのスタートしてるのをちょっと2月からまあ繰り下げてで例年はあの毎週土曜日にこう開始してるんですけど、えー、その繰り下げた関係ででもあの、えー、ゼミの回数減らさないようにね直前まであのやっていくってことなんで、まあ、毎週土曜日プラスちょっと土曜日じゃない日もあの入ってるんですけど、まあ、その詳細はこちらのほうにねあの曜日書いておきましたのでね、えー、まあで今のところちょっとゼミはあの定員がいっぱいになってしまったんですけれども、まあ、あのキャンセル待ちもあの水道橋港の方であの 受け付けておりましてでそちらに関してはまああの司法試験の今合格発表前なのに、まあ、結局皆さん、ゼミに申し込まれてしまってますので当然あの合格発表のときに、ねまあ、見事合格された方はそこであのキャンセルを回してでキャンセル待ちの方,にあの,かの,方の方に枠がまあ回ってきますので、ねまあ、もしあの興味がある方はちょっと水道橋港の方にキャンセル待ちって形でまあ登録をねしておいていただければという,ふうに思いますね。ねといいいうわけでまあ講座のの案内、えー、以上になります、まあ、今期はまあいろいろコロナウイルスの ね、せいで、えーまあ、皆さん、だいぶ、ね、こう勉強のスケジュールなんかもこうこうです、ね、狂わされてしまって大変なんだじゃないかと思うんですけど、まあ、かといって、これで何もしないまま来年の、ね、試験を令和3年度の試験を迎えてしまいますとこれ、一番よくありませんのでもう早く、ね、やることを決めてでも、どん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 手を動かして頭を動かして、ね、やっていくのがいいと思いますので、ねまあ、そんな感じであの頑張っていただければと思いますね。ねどううもごご清聴ありがとうございいいました受験勉強の方、ね、頑張っていっててください